何か聞こえなかった？ん？どうかしたのか、ピータン。今の、間違いない、エリ殿の声だ。なんだと？どこからだ？ルビーだよ。そこにエリ殿がいる。戻ってきたのか？納得いきません。ちゃんと話を聞かせてください。Hello and welcome back to Gun Gun Pixies. I was actually thinking of starting just now, but I accidentally pressed the start button. So anyway, in the previous episode, Ellie, who is totally not the masked thief, I mean, it's totally her, look at her boobs. You know, she has gotten arrested. Amazing. And now this person here is back, you know, the girl who looks like a guy who cosplays as a girl. I think. And also her friend, you know, the Android and the person whom I really hate, Nagiri. Yeah, she's back. And they are here to explain themselves and I guess, you know, spill the beans on who's who and what's what. So here we go. その義務はないと言ったはず。無関係な人間は口を出さないで。無関係って、エリちゃんは何なんだよ。なあ、ちゃんと教えてくれよ。Come on, look at that man. Look at that biker suit, that bodysuit. It's open and everything can be seen and the most important bits can be seen. And you know from them, from these, that is our dear Ellie.何も言ってくれないんだよ、エリー。黙秘権ですか。ポニコのくせに生意気ですね。ナギはなんかしとるんか。ナギまで、なんで何も言ってくれない？二人は何も喋らない。当然自分も。あなたたちは黙って待てばいい。もうすぐ迎えが来る。わざわざ挨拶ができるように立ち寄ってあげたの。感謝して。だからその迎えって何なんですか？そうだよ、まさかエリーをどこかに連れて行くつもりなのか？ノーコメント。初めてですよ、美少女相手にここまで腹が立ったのは。カギ困りましたね。どうしましょう？これって、どういう状況？今の会話を分析するに、塩川雄平と名切氏がエリ氏を連れてきた。そして、もうすぐここに迎えが来るというところか。迎えって、やっぱり銀河でか？おそらくは、先ほど拾った警察手帳は二人のどちらかのものだろう。なるほど。このまま迎えが来たら、エリ殿は助けられないってことだね。ああ、銀河デカの迎えが来る前に彼女の背後にいる黒幕を私たちだけで見つけ出すぞ。とりあえず情報が欲しい。なんとか銀河デカの二人から捜査情報を聞き出せないか。 How? By shooting them with heavy bullets? That's a crime, you know. That's a federal crime. Just saying. それならこれだね。彼女たちの警察手帳。銀河デカってことが地球人にバレたらまずいはず。これをアマヤドナたちに見せて、あの男装女子の動揺を誘うよ。動揺によって口を滑らせればよしか。可能性は低そうだが、やってみる価値はあるな。ただ見ている暇なんてないしね。そら、いっけー。み、何の音？手帳、銀河警察。ちょ、なんでそれをミナミちゃんが？え、ナギ。露骨な動揺、ほんとバカ。あ、今のは、その銀河ってか。そういえば前にナギ、うちは銀河の平和を守る警察なんやでって。ナギリ。あははは、冗談に聞こえるかなと思って。もしかして本当な？二人は銀河の平和を守るおまわりさんな？仕方ない、方針転換。
Yes, and out comes with the... What's that Men in Black device again? That wipes memories? Yeah. Time to come up with that, and now she has... You know, those... What are those glasses called? Yes, those dark glasses. Those shades. Oh, yes. あなたは黙ってて。何の話だよ。銀河デカですか。SF はあまり知識がないんですが、本物だと。その通り。自分は銀河デカ第一課の刑事、ソルト・アルト。主に銀河級の指名手配犯を追跡、逮捕するのが仕事。バカバカしい話ですけど、今は信じますよ。それで、ポニコが銀河級の指名手配犯だと言うんですか？いいえ。けど、近いところにいる。順を追って説明する。その方が、あなたたちも自分の立場がわかるはず。Well, that was easy. Just throw the ID there, and the more cool and less flustered one is the one who spills the beans. Wow. That gamble really paid off. 自分の…立場？まず、トリー・エリ。そんな人間は存在しない。は？名前も出生も偽物。作られたもの。本当の名前は一人好み。数年前に行方不明になった中学生。それってニュースでやってた。いや。何意味わかんないこと言ってんだ。エリは俺たちの妹だ。小さい頃からずっと三つ子で仲良くやってきた。一人好みなんて知らないぞ。姉貴に賛同します。数年前まで他人だったなんてありえません。私たちにはちゃんとした思い出があるんです。その記憶も偽物。鳥居姉妹に混ざるために去年後付けされたもの。後付けって？お前、ふざけるなよ。俺たちの記憶が、家族の記憶が、偽物だって言うのかよ。感情的。会話にならない。反論するなら、証拠を提示して。証拠？そんなの、昔の写真を漁れば。あれ。ミサ、どうしたんだよ。姉貴、小さい頃の写真たくさんありますよね。ああ、部屋にも実家にもたくさん飾られてる。その中にポニコと写っているものってありましたっけ？え？当たり前だろ。写真なんて何十枚だって。あれ？そう、存在しない。なぜならあなたたちと鳥居エリが知り合ったのは実際には去年のことだから。You know, that was pretty sloppy. I would at least like, you know, forge a few photos here and there and not leave it completely blank. You know, I gotta say, this 鳥居エリ is pretty, sloppy. 嘘だ。鳥居エリは一人好みという正体を偽り、あなたたちの記憶を改ざんして三つ子の末っ子になった。絆なんて存在しない。偽りの家族としてずっとあなたたちを騙していた。嘘だ。適当なこと言うな。なあエリ、嘘だよな。あいつが嘘つきなだけだよな。そうだよ、銀河デカなんてありえない。エリが怪盗 H だったのもタチの悪いドッキリに決まってるだよな、エリ。なあ、そうだろ？なんで答えてくれないんだよ、エリ。当然、彼女は一人好み。トリーエリなんて少女は存在しなかった。加減にしてくださいよ。自分は真実を告げているだけ。咎められる理由はない。何が真実ですか。
私は認めませんよ。あなたの推理には穴がある。穴？仮にポニコが一人この身で人の記憶を改ざんできたとして、私たちに取り入る理由は何ですか？こんな大飯くらいと引きこもりの姉妹に、貧乏な実家っていう金の匂いもないところにわざわざ入り込む意味なんてないでしょう。それは言う通り、彼女に鳥居家に取り入る理由はない。あっさり認めましたね。自分の推理は間違っていると。いいえ、自分の推理には続きがあるので。先ほどの推理は仮のもの。続き？一人好みに理由はあらへん。なら理由があったのはあなたたちの方や。何を言ってるんですか？鳥居キラ、鳥居ミサ、あなたたちこそ本件の黒幕。銀河から数々の建築物を盗み、一人好みを洗脳して誘拐した張本人。Wow, that was 180 degrees turn around. It's like, yeah, she had no reason for being evil, because you were the real evil ones. No, I don't think so. Looking at these two numbnuts, I mean, Misa maybe, Kira, she's... I think she's too straightforward and too pure, so-called pure, to do this sort of thing. Huh? Sennon? We're the ones...エリオン？ええ、彼女には洗脳の痕跡がある。おそらく普段は姉妹だと思い込ませ、犯行の時は怪盗 H だと思い込むよううまくコントロールしていたはず。それができるほど密に接していたのは鳥居姉妹、あなたたちしかいない。そんなわけないでしょ。私たちは普通の高校生です。いや、洗脳の技術があったとしても妹を洗脳するわけないだろう。ここに至ってまだとぼける。さすが、これまで銀河デカの目をかいくぐって暗躍してきただけはあるんやな。先行して潜入したナギリの記憶も奪い、自分がまいたワクチンプログラムも無力化し、のうのうと建築物を盗ませてきた。ワクチンプログラム？So the vaccine program is, are those squids, really? You're kidding me, right? Okay, the current events aside, but yeah. Tonda Dayakto ya. Keredo, sore mo kyo de owari. Ginga Deka ga, minna matomete renkou suru wa. Nukae tte, Kira tachi mo tsurete iku tsumori de. Sonna, matte.待ってください。キラちゃんもミサちゃんもそんな悪い人じゃない。エリちゃんだって。そのような主観、何の意味もない。あなたたちもまた騙されていただけなのだから。俺たちはアマネーたちを騙したりしない。あまりふざけたことばかり言っているとこちらもおとなしくしていませんよ。自分を制圧するとでも？いくら手だれの犯罪者とはいえ、銀河製のアンドロイドである自分を。アンドロイド？本当に無茶苦茶ですね。観念したならおとなしくしていて。あなたたちにできるのはもうそれくらいだから。何なんだよ、クソ。聞きましたか、カメポンさん。今の推理、乱暴な推理だったな。キラ殿とミサ殿がエリ殿を洗脳して怪盗ごっこさせていたって、そんなわけないでしょうが。落ち着け、そんなこと私だって分かっている。今思えばエリ氏は苦しんでいた。姉たちとどこか距離があることに、あれは二人を騙している実感があったからだ。つまり彼女を洗脳している犯人は別にいる。分かりきったことだ。Okay, I can believe the bit about Ellie being someone else because of all the, you know, the lack of photographic evidence. But I don't think. Okay, maybe I'm thinking too much. Okay, she's suffering because
of something else. Yes, it can't be because, you know, her sisters, so-called sisters, are being interrogated. Anyway, like I said in the, I think I said in the previous episode, I guess, okay. Remember, the pole has power, and this is a dorm, and not anybody can just like, you know, stick a pole in the middle and just pole dance all day long. So I think, I'm guessing, okay, the culprit is the dorm manager. You know, that guy, the weird guy who never gets a model. Yes, Han Linhua, the dorm manager, definitely. Okay, I'm saying here, right here, right now. それが分かったら苦労はしない。ただ寮の関係者ということは確かだろう。 See? We're getting there. Someone with authorized access to the dorm and someone who can authorize the installation of that pole in the dorm. It is the dorm manager. Yeah. なんで？姉妹の部屋には巨大なマイクロレーザー充填装置があった。あれを赤の他人が設置できるとは考えにくい。姉妹に心を許され、部屋に入っても問題のない誰か。そこに犯人はいるはずだ。キラ殿たちが心を許した誰かって。ご両親か、それともアマヨ殿。いや、そんなわけないでしょ。私は何も言っていないが、調べたところ、あの装置は我々がこの寮に潜入する前からあった。ということは、南氏やナギビ氏、あのソルト刑事すら当てはまらない。残るは、アマヨシくらいしか。待てよ。カメポンも、気がついた。ああ、いるぞ。もう一人条件に該当する人物が。Yeah. きっとそうだ。あのダメソ入り刑事に伝えよう。となると、こいつの出番か。お、それはさっき見つけた東急ピラーのミニチュア？今はな。おそらくこれは装置により小さくされた本物の東急ピラー。これでマイクロレーザー兵器の存在に気づいてくれ。ん？これは。あ、俺たちの部屋にあったミニチュア？しらじらしい。一見ミニチュアにしか思えないけれど、あまりに作りが精密すぎる。このタワーは盗んできたもの。建築物を盗む方法はスモールライトニングだったと。 No, it's small lightning, not small lighting. Small lighting is something that, you know, can't light up a room. Small lightning is something that may electrocute you. 知りませんよ。何ですか？そのスモールライトニングって。ご存知の通り、物を小さくする技術。あなたたちの部屋にポールがあったけれど、自分は似たものを見たことがある。あれの実体はマイクロレーザー兵器。それが実質にあったとなればもう言い逃れはできへんはず。できますよ。私たちには覚えがないんですから。そうだよ。あのポールだって今はミサが使ってるけど、そもそももらったのは引っ越し祝いで。え？何か？いや、その、ミサちゃん、あのポールって、確か。ええ、間違いありません。あれは姉貴と私の引っ越し祝いに、管理人さんが設置してくれたものです。あは。管理人？え？まさか。管理人って、ん？あなたのことで？ん？おや？もしかして僕は疑われているのですか？この寮の管理人。そういえば、鳥居エリの入居を許したのはあなただったか。それが仕事ですから、何も怪しいところはないと思うんですが。では、ポールの件は？鳥居姉妹はあなたが設置したと言っている。そんなものだとは知りませんでした。昔から運はいい方なんですが、今回は余計なものを掴んでしまいましたね。 Yes, 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 but hold on.
Do dorm managers usually install pole dancing poles in their dorm rooms? Especially for girls? Aha! That, my friends, is suspicious because either the dorm is an intergalactic criminal or he's a bloody pervert. You know, my friend, it ain't looking good for you. 偶然やったと。あなたは鳥居さんたちを疑っていたはず。突然僕に嫌疑を向けるのはおかしいのでは？自分は刑事。可能性が生まれた以上、検証しなくてはならない。しかし今は、あなたを強く疑っている。困りましたね。違う、ボニコ？その人じゃない。管理人さんは、エリと関係ない。エリ、お前。かばってくれるのは嬉しいんですが、突然沈黙を破ると、まるで僕が犯人だと言っているようではないですか？ごめんなさい。ごめんなさい。エリちゃん、苦しそう。管理人さん教えてください。あなたがエリちゃんを。はあ、佐藤さんまで。まったく困りましたね。これはもう開き直った方がいい流れかな。あんた随分と簡単に口を割る。長年逃げ続けてきた銀河級指名手配犯が。分かってないな、刑事さん。僕はね、つつましいものが好きなんだよ。 That's right, my friends. I merely like to see half-naked girls pole dance. That is my simple taste. It's what he'll probably say. だからだらだらと無駄な抵抗なんて続けない。ここまで追い詰められたなら、いっそ正体をばらして逃げ切った方がクレバー。僕はね、そういう種類の悪党なんだよ。エリちゃん。あ、甘よさん。エリ、大丈夫なのか？もう元に戻ったのか？うん、洗脳は解けたと思う。 Wait, what? What brainwashing? よかった、ほんまによかった。洗脳が解けるなんてよくわからへんけど、チェックメイトやね。まいったな。絶体絶命のピンチってやつでもいいのかな。本当に僕からその子を解放して。どういう意味だよ。一人この身は不幸を呼ぶ。その身に宿した類まれなる才能のせいで、今まで数々の人間を苦しめてきた彼女の身内もね。彼女が完璧すぎるあまり、自分たちが大したことのない人間だと気づかされ、それが辛くて彼女を手放したのさ。彼女と親しかった友達も、何一つ彼女に勝てないという現実に苦しみ、引きこもってしまう子すら出てきた。I'm actually quite speechless. You mean that's the reason? Come on. There's so many people out there who seem perfect on the outside. Come on. Okay, that's like the worst reason ever, my friend. Other than the fact that, you know, you just like to see girls pole dance, right? 人は誰もが夢を持つ。しかし彼女は人の夢を難なく叶えるんだ。まるで人が小さな虫を踏みつぶすよう。そんな彼女を君たちに扱えるかな。今は家族ごっこに陶酔できていても、いずれ歪みが生まれるんじゃないかな。何言ってんだ、できるに決まってるだろう。いや無理だね、彼女は僕にしか扱えない。 He's turned red。それは他ならぬ彼女がよく分かっているんじゃないかな。エリちゃん、マヨさん、キラネ
ミサネ、ミナミちゃん、エリはあの人についていくよ。エリ、お前どうして？だってあの人の言う通りだから。エリは生きてるだけで人を傷つける。このままリリーパッドにいたらみんなのことも傷つけちゃう。ポニコ、だったらあの人についていった方がマシ。あの人はエリに才能を発揮させてくれる。エリの使い方を分かってくれてる。エリの居場所は最初からあの人の隣にしかなかったんだよ。それに楽しいし。そういうことだ。それじゃ怪盗 H、 まずはそこにいる銀河デカを倒せ。本当に君たちはよくやったよ、ピクシーチーム。さあ、君たちにも褒美を与えよう。ギギ、完全にバレてた。一旦交代する。ナウローディング。 I don't know man, I don't know about you, but I have really mixed feelings about this whole...this thing. I mean, it was a great setup up to the point where his reasoning for so big. Okay, sorry, my brain is kind of like freezing already. So because she's the little Miss Perfect, therefore she is bad. And I mean, granted that she's an impossibility, but you know, it's like it's a real far-fetched reason. And even Eddie slash Konomi is like not the best villain ever. Come on.I mean, look, the only thing that is really perfect and probably, you know, really depressing to everybody except Amayo is the size of her chest. I mean, especially, you know, when she's holding open like that. I cannot stop looking. I admit, I cannot stop looking. But everything else, I think, I mean, what I'm guessing is that this game is trying to take the, you know, the perfect student and the perfect person thing that you see in all the shows all that, and trying to turn it on its head, but...Not well. So, we are going to show this perfect person her real place by pumping her full of happy bullets. And we shall do that in the next episode. I hope you've enjoyed this one. Please do not forget to like and subscribe. And I'll see you next time.